はい、こんにちは、レクです。今日もご視聴いただいてありがとうございます。皆さん元気ですか？暑いね。8月にも入って本当にもう暑くてびっくりするぐらいだけど、最近のなんか動画、暑いね、暑いねしかちょっと言ってないんだけど、だって本当に暑いよね。ね、夏だからまあしょうがないけど、今日は実は重大報告というか、重大でもねえよって話なんだけど、ご報告があります、皆さんに。なのでちょっとすっぴんでお伝えするのも失礼なので、今日は簡単にメイクをさせてもらった後に報告をさせてもらえればなと思っているので、メイクをしていきましょう。はい、ベースメイク作りました。ファンデーション塗ってパウダー塗って、眉毛も、描きましたで今日は本当もシンプルです。夏メイクっていうことで、もう一色でメイクを終わらせちゃおうということで、アイシャドウ一色使います。このちょっとダーク系ですけど、シア感が入ってパールも入ってなおかつラメも入ってるんですよ。ちょっと分かりにくいかな。でこれボビーブラウンのものです。でオールスパイシーという色を使っていきます。ちょっとねこれだけじゃ分からないんだけど、大きめのブラシ、これはねどっかのブラシです。これをちょっとつけて、最初はブラシに全体なじませてこうやってつけていきます。ちょっと薄付きだよね。単色でこんな感じでしていきます。ちょっとアイホール全体にこんな感じでのせて、で次は皆さん指ですよ。ちょっとごめん、真ん中で立っちゃった。でちょっと真ん中の指の方が使いやすいんだけど、指でアイシャドウをつけて、このじゃん、わかる？二重になってる部分に重ねていきます。めちゃめちゃ光らない？やばくない？これねほんと一色で盛れるんですよ。なので指でポンポンポンって上げてあげ、置いてあげてあげるってなんだよ、置いてあげるとこんな感じになるんですよ。すごいでしょ。もうこれだけでなんか演出できちゃうみたいな。こっちも作っていきます。はい、こんな感じで両目なりました。わかるかな。ちょ、一色でちょっとグラデーションっぽくなってる。同じ色なんだけど、ちょっとブラシで全体につけて薄めになって、指で濃くつけてるのでこんな感じです。で下も同じアイシャドウで下もつけてあげましょう。ちょっとね下はねラメが落ちやすいので気をつけて、後でブラシで叩いてあげるのもいいと思いますけど、こんな感じで。でアイライナーつけて、まつげ作って完成していきます。完成しました。イエーイ。どうですか皆さん、ちょっとドアップでいきます。もっとドアップにしていい？目元こんな感じになりました。さっきのボビーブランのオールスパイシーのアイシャドウ一色でこういう目元を作ってみました。どうですか皆さん。っていうかみんな見える？私の目の色が左右違うの？わかる？こっちが薄くてこっちが濃いのね。なんかちっちゃい時からだからそれが普通だったんだけど、なんかこれオッドアイとかいうなんか超貴重っていうか珍しい 目らしいです。なんかねこの前職場でなんか話題になった。だからなんだっていう話なんだけど、まあそんなことでメイクも完成しました。でなんかあえてピンクが好きだからピンクの口紅をしてみました。どうですか、可愛いでしょ自分で言うなって話なんだけど。ってことで今日最初に皆さんにお伝えした報告があります。報告です。実はですね、ママレイコこと私は名前を変更させていただきます。改名ですね、改名させていただきます。ママレイコ改めボッシーレイコで今後 YouTube などを、活動させていただければなと思います。よろしくお願いいたします。イエーイってことでなんでいきなりそんなことを言い出したのかなっていう感じで思ってますよね。で、やっとね、動画も10本ぐらい、アップさせてもらって、ママ、レイコという名前が浸透して、やっとね、浸透してきたかなっていうタイミングで、ママって呼んでくれる人も多くなったんだけど、なんでかな、ここはタイミングで、思うんだけど、なんか、ママレイコになったきっかけは、とあるプロデューサーの方が私を見て、もうママレイコしかないみたいな感じで、言ってくださって、で最初はああいいんじゃんと思ってたんですけど、なんか最近しっくりこないというか、なんかなんだよって話なんだけどね。で結構後輩とかに、男の後輩とかにボスって呼ばれてるんですよ私。でなんでママなのみたいな、
もうボスはボスティーでしょみたいなことを言われてて、あー確かにボスティーねーっていうのがあって、でな感じでボスティーレイコに変更させていただきます皆さん、イエーイって感じなんですけど、そうなんです。なのでまあ、別に名前を変更したから何が変わるってわけでもないです。私は私なので、まあ、レイコであろうがボスティーレイコであろうが私なんです。ただなんかまあ、ボスティーレイコの方がもっともっと自分らしさを若さ加減が出せるかなっていうか、まあそんな感じです。私らしくもっといけるかなっていうので、まあ、そういうので名前を変更させてもらいたいなと思っております。本当に今まで皆さんに応援していただいてここまで来れたことに感謝してますし、これからも本当に皆さんに喜んでいただけるようにもっともっと頑張っていきたいと思うので、ボスイレイコに改名しても末永くよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。で、スタイルチェンジアドバイザーの仕事の方はこのまま引き続きママレイコで行かせていただきます。で、インスタとかも、TikTok とかも、ボスイレイコに変更させてもらおうかなと思います。で、まあ、TikTok ももうほとんどちょっと今動画できてないというか、もうなんか難しいんだよね、おばさんには。なんかね、めいっ子がなんかヘルプをしてくれて、何本かね、上げさせてもらったんだけど、もうちょっと今遠のいちゃってるので、少しこの夏でまた、頑張っていこうかなと思います。で、動画の、アップする期間もちょっと遅いよっていう視聴者の方に言われたりしてしまってるので、もう少し、今後は、アップできていけたらなと思っているので、よろしくお願いします。で、本当に DM とかコメントありがとうございます。返していける限り返していってます。でなんか中にはすごい質問とかもあるんですけど、そういった返答はこの動画を通してお伝えできればなと思っているので、今後の企画にちゃんと練り込んでいくのでお待ちいただければなと思います。はい、暑いですけど皆さん体調崩さないでね、今年の夏を楽しくエンジョイしていただければなと思います。ちょっとねコロナ禍なので、まあ我慢しつつ、みんなストレスがあったりこの暑さでね気が狂いそうになっちゃうと思うんだけど、しっかり水分補給して自分なりに楽しいことを見つけてエンジョイしていただければなと思います。で、またなんかメイクでこういうメイクしたいとか、そういうリクエストもあればどんどんお待ちしているのでよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、ボスイレイコですよろしくお願いします。ではまた次回の動画まで、じゃあねー、ビーバー。